人債務者区すき家師匠です、まあ、今日はねちょっぴりだけショックな話ね俺にとってクレジットカードあるじゃない。であれの、まあ、枠がねもともとちょっとちっちゃく作ってあったんで、うん、こんなまんまでかくしててはいかんなんて昔ろくでもない考えをしてたんで、今度その枠をね広げようと思ってこの前こうやってルーって電話したの。だから女の人が出てきてピピッとって、ああいいですよこの場で広げられますし、おいくつらですかってわずか、うん、とあちょっと待ってください、これはちょっとすぐに結果出ませんでしたので1週間後ぐらいにって言ってね、あこれ多分断ってくんなと思ったら来たよ昨日、厳正な結果お断りしますなんて書いてあるんだろうね、まあ、まあ厳正な結果も減ってくるもんね、ピーッと出して10分後ぐらいにはもうダメとか言って結果出てんだろうけど、これすぐ怒るとさダメって送るとおめえは何も考えてないなって言われるから、ちょっと1週間ぐらい待ってから送ろうと帰ってきてんだろうねまあしかしまあね62歳という年齢をこういう時感じるね。まあ言っちゃなんだけどさ、俺そんなに老けた顔してないんで顔つきだと判断できにくいけど、またカードの裏にジジイとか書かれてんだろうねまあしかしダメですって言われるのは結構へたるけどね。そういう時はどうするかと言ったら、誰だったかな、100回ぐらい就職試験落ちて成功したっていう人がこの前なんか本あったな、名前忘れたけど、そういう人のことを思って、俺も大丈夫や大丈夫やなんてね言ってんだけど、こういうことで一喜一憂するからあかんだよね、変な変とかしとけんだけど、ちょっとやっぱりマイナスの方に目が行きやすい性格をしておるね。これはまだ人生半ばちょっと過ぎたぐらいだと勝手に思ってるから、こういうちょっと変えなんかね。あでもやっぱ落ちるってのはね楽しくはないよね。政府のさ持続化補助助成金とかあるじゃない、あれ3回ぐらい応募したんだけど全部落ちてね、内容も悪くないしって他の人見てもらうと、まあ、これだったらいけるんじゃないっていうのが落ちたんだけど、これはね理由が分かった、理由が分かった、じーっと見てたらある書類1枚添付して出さないとダメなの、書類不備だった教えてくれよっていうのが、まあそうじゃないけど、まあ俺もよ注意力散漫は昔からあったけど本当やね、うん、まあ、今度もねちょっと申請してんだけど、今度にはねその書類つけてるから、でもこれで落ちるとね、なんだよ否定ばっかりしやがってよって感じになるかもしれないなそうだよね、で昔はねこうなんていうか細かくしつこく几帳面なやつって嫌いだったのよ、やっぱ雰囲気読めやお前パッとせえよと思うんだけど、今思ったらやっぱりそういう細かいところも絶対に見逃さないっていう性格は大事やね、お金様を稼ぐ場合はこれないとうまくいかないね。その点ね本当毎回宅配はすごくいいよ、俺もね誤配ってて間違って置いちゃうっていうのをやっぱりやんのよね、もうゾーッとするよね、本当ゾーッとするからね、もう最近しつこく同じ番号やってね最初のうちはアホかお前、きちがりたいやっちゃうと思ったけど、これぐらいのねしつこさがやっぱビジネスには必要やね、なかなかね、まあ、でも、ちょっと嫌な気分やな。でもクレジット会社もさ年寄り増えてるのにどうすんのかね、まあ、稼ぎのない年寄りが多いっていうのも問題だろうけどね。で今、まあ、60から70まで稼げないといけないからどうすんだろうね世の中
まあ、すごいよね。今、宅配で走ってると、あれ、町の世相よう分かるね。工事だらけの。もう死ぬほど工事。もうちっちゃい路地まで電話工事、電気工事、うんって言うけど、あれ全部、警備員がついてるんだよね。公共の工事だけじゃなくて、民間のマンションのちょっとした補修にも警備員がついてるんだよ。あれちょっと俺はそこは詳しくないんだけど、ああいうの法律でもう決まってんのかもしれないね。ただびっくりするぐらいの年寄りばっかり。ほんとお前、80歳は優に超えてるよなって。まあ年金が多分わずかなんだろうね。だからなかなか年金がないと結構きついわね。あれ朝から晩まで立ってるわけだからね。そこ行くとやっぱり宅配はかなりバイトとしては優秀だよね。まあね、ちょっと今日はね、クレジットの枠広げます審査をして、ちょっと俊太郎なんでこんな感じですわ。あれちょっとだけだからね、俊太郎。じゃあね。